今岡英史のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は四国88箇所名城の一つ、徳島の薬王寺とその近くにあるなんちゃって城、日和城などをご紹介。ここのご本尊は火事からシュポーンと飛んで逃げたり、後釜のご本尊が作られたら再び慌てて飛んで帰ってきたなんていう伝説まであるぞ。またグルメ情報込みのおすすめ温泉旅館も見逃すな。薬王寺はね、徳島県美波町にある高野山真言宗のお寺さんなんですが、まあ一般的にはね、四国88箇所霊場の第23番札所のお寺というイメージが強いところ。言い伝えによればその創建は神義3年、西暦のね726年のことで、聖武天皇の勅願により行基が創建したものだと伝えられています。で、公認6年、西暦の815年、弘法大師42歳の時に、平成上皇の勅命によって、薬除け、薬師如来を刻んでご本尊としたと言われているんですが、実はこのご本尊にはさらにとんでもない伝説まであったりします。というのもね、文治4年、西暦の1188年、火災によって道東が焼失するという火災事故があったんですが、実はこの時、ご本尊は奥の院の玉寿司山に向かってシュポーンと自ら飛んでいって焼失を免れたという伝説があるんです。いや、薬師如来像がのしのしと歩くのもどうかとは思いますが、飛んで逃げたってのもどうなんでしょうな。ちなみにこの火事の後、後醍醐天皇によって道東が再建され、本尊も新たに掘られたんですが、元のご本尊様、やっべ、このままだとお役ごめんになっちゃうとでも思ったのか、慌てて飛んで帰ってきて、後ろ向きに厨子に入って自ら厨子を閉じたとされています。この言い伝えの結果、このご本尊は後ろ向き薬師と称されているそうです。なんと後ろ向きな伝承ばっか伝えられてるなぁと思わないでもないですな。なお当然のことながら、ここのご本尊は2体あるそうなんですが、基本的に秘仏とされているので、なかなかお目にかかる機会はないかもしれませんな。なおこのお寺さんには、女厄坂、男厄坂という階段があるんですが、厄年の人はこの階段を使って厄除けができるそうなんです。その方法は、女性は33段の女厄坂を登る際、薬師如来の御神言、オンコロコロセンダリマトウギソワカと心の中で唱えながら、一段ごとに一円玉を乗せて登っていって厄を払うというもの。一方男性の方は男厄坂を使うわけなんですが、こっちは42段と女厄坂より9段ハード。男女同権のこの時代にどうなのかなと思わないでもないですな。そしてこのお寺さん、実はもう一つ厄除けの階段があります。それが本堂から右奥に進んでいくと現れる男女還暦厄坂という61段ある還暦の方用の厄坂。もうね、還暦の方だけ至れり尽くせりですよ。やり方は全て同じなので、もし厄除けをされる方はぜひ足を運んでみてください。なおかなり一円玉が必要になるわけですが、お寺さんでもこの辺はちゃんと押さえていて、受付に言えば心よく一円玉に両替してくれるそうなんで、その点はご安心を。皆さんはこの階段を登る足腰だけご用意ください。で、この男女還暦厄坂を登った先に現れるのがこの湯祈塔。これはね、昭和39年、西暦の1964年が弘法大師が四国88箇所の霊場を改装して1150年に当たる年で、昭和40年、1965年が高野山改装1150年に当たるため、これらを記念して昭和38年、西暦の1963年に建立されたもので、真言宗の経典湯祈塔を仏塔として形にしたもんだそうなんです。ここからの眺めは最高で、実はここから向かいの山にある日和城なんかも見えたりします。日和城はね、室町時代に日和備前守が築城したという説もありますが、実はこの日和城についての資料はあまり残っていないので、割とその内容は不明。実際ね、今建っているお城も昭和53年1978年に建てられたもので、石垣も特に遺構を使ったとかいうわけでもなく、戦国時代の遺構とかはほとんど見当たらないという代物なんで、まあこういうのもあるんだなぐらいの気持ちで見られることをお勧めします。
個人的にはこういうなんちゃってお城も正直嫌いじゃないんですけどね。ちなみに四国88箇所巡りで一番距離があるのが高知県四万十町にある第37番札所の岩本寺と、高知県土佐清水市にある第38番札所の金剛福寺で、その距離が 80.7km だと言われてるんですが、実はお遍路中第2位の距離があるのが徳島県美波町にある第23番札所のこの薬王寺と、高知県室戸市にある第24番札所の保津岬寺だったりします。この距離、1位にはね5キロほど届かない 75.4km とはいえね、これはこれで結構な距離ですんで、ここから次の寺院に迎える方はくれぐれもご注意ください。で、今回グルメとともにおすすめしたい宿泊所はこの第23番札所の薬王寺から車で20分ほどのところにある徳島県那賀町にあるもみじ川温泉。ここはね、道の駅が併設されている温泉旅館なんで、フラッと立ち寄って普通に道の駅として使うこともできるし、宿泊せずに温泉だけ楽しむということも可能。ただね、ここに泊まれば買い物も温泉も自由に楽しむことができるので、宿泊施設としても割とおすすめです。海沿いのお寺から車で20分ほど山側の方に行く感じなんて、すべて徒歩で移動している歩き遍路の方にはおすすめできませんが、車移動メインの車遍路には申し分のないところです。ちなみに昔ながらの温泉旅館という感じなんで、サービスが至り尽くせりというわけにはいきませんが、その分割と安価で美味しい食事を味わえる上に、源泉 100% の温泉にも入りたい放題なんで、そういうのがお好きな方はぜひご利用してみてください。満足いくこと間違いなしです。それでは今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル、次回もまたお楽しみに。今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル、どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリッククリック、高評価やコメントもお待ちしております。